伝言ゲームとは、あるグループが一列になり、列の先頭の人に、元となる一定の言葉を伝え、伝えられた人はその言葉を次の人に耳打ちし、それを最後の人に伝えるまで繰り返し、最後の人は自分が聞かせてもらったと思う言葉を発表し、元の言葉と発表された言葉が一致するかどうか、またどの程度違っているかを楽しむ遊びである。また、伝言ゲームという表現は、 内容の不正確さが次第に増していってしまうような人づての情報伝達方法の比喩としても用いられる。伝言ゲームはグループ内でメッセージを順に伝え、正確に伝わらない様を楽しむ遊びである。世界各国に同様の遊びが存在する。英語ではチャイニーズウィスパーズやブロークンテレフォン壊れた電話などと呼び、フランス語ではテラフォーンアラベアラブの電話、ポルトガル語では テレフォン、セムフィを壊れた電話と言い,い、アラビア語でも、壊れた電話という意味の表現をしている。一般的には、同人数のグループを複数作り、正確に伝えることを目指して競い合い、にもかかわらず互いに不正確になってしまう様を楽しむ。一般的には、一つのグループは一列になり、隣のグループには聞こえないように小さな声、つまりひそひそ声で伝えていく。 メッセージの誤りは伝言が繰り返されるにつれ増してゆき、6から7人先に伝えられた段階では、メッセージは面白いほどに元のものとは異なってしまっている。遊びとしては元の言葉と伝言の連鎖の先の言葉が異なっていれば異なっているほど面白い。面白いことにごく簡単な文章でも正確に伝わらない。意外なほどにメッセージが正確に伝わらない。 それを楽しむ遊びである。こういった遊びは一般的には音声で行われている。大人向けでは不確実性を増すために背中に文字を書いてメッセージを伝えるということも行われることがある。結果的に昨日うちの猫が子猫を4匹産んだが、さのららさのないか米メ四4匹だなど意味不明で呪文のような言葉になってしまうことも珍しくない。 その滑稽さを楽しむのである。2016年頃からイヤホンなどで大音量の音楽を流しながら伝言ゲームを行うイヤホンガンガン伝言ゲームという遊びが女子高校生を中心にブームになった。ほとんど声が聞こえなくなることから全く的外はずれな内容になっていく様子を楽しむもので流行後はユーチューバーや芸能人などもこの遊びを行いその様子の動画が インターネット上に多く投稿されている。しかし、あまりにも大きな音量を流すことで音響外傷による難聴となる可能性もあると自備会からの指摘もある。AB 小山コン 2010ABC 有本光彦1996大流行中のイヤホンガンガン伝言ゲームに潜む音響外傷のリスク自備会は絶対にやらないでと継承。ネトラボ https://nlab.itmedia.co.jp:/nl/articles:/1608/24/news069.html2020 年9月3日閲覧。ありがとうございます。